食っちゃったよ。いい感じに痩せてたのに食っちゃったよ。もう、ニキ、ニキ、めっちゃいい天気。うまそう。ニッキー、お腹すいた？ニッキうん。ニッキー、お座り。ふい、いる。ふい、うわ、危ない。危ない危ない。ふい、ふい、うわ。4月1日まで、あともう少し。やばい。さつまいもみたいで美味しそう。いや、お久しぶりです。お待たせしました。誰も待ってないか。でね、ちょっとこの動画上げてなかった期間中に、起こったことをね、まあ、話そうと思います。というのもね、今減量してて、その中でね、この2週間のうちに3回ぐらい切れ食いしちゃったんですよ。で、それでメンタルが落ち込んで、もう何もできなかったみたいな感じかな。でね、今減量されてる方とか、これから減量始めようと思ってる方とか、ボディメイクされてる方、まあ、よかったら、もう、自分は何回も同じ失敗してるんで、もうなんか笑い話みたいな感じで聞いてもらえたら、嬉しいです。あとはね、多分ね、何回も俺は、まあ、失敗してるけど、多分これからも同じ失敗をすると思うから、もう自分に言い聞かせる。自分に、ほんまに。お前は何回同じミスをすんねん。うん。何回同じ穴にはまって、うん。ダチョウクラブじゃないから。というので、ね、早速始めていきます。で、自分はね、まず2000キロカロリーぐらいで生活してて、してたんですよ。うん。で、体重も徐々に追ってって、でもね、ある時停滞したんですよ。その時どうしたかっていうと、自分はカロリーをまず下げちゃったんですよ。まあ、まずそこは第一、大失敗ね。うん。2000キロカロリーやのに1800にしたんですよ。で、そうした時に体重は減ったよ。体重は減ったけど、食欲が爆発しかける。もうね、ぐーっと我慢されてる感じ。もう常にお腹空いてる感じ。で、そうなった時に、もうどうしてもお腹すいですいでたまらないってなって、一週間に2、3回ぐらいかな、人工甘味料を取ったんですよ。というのも、まあコーラとかゼロシュガー系ですよね。を取って、まあ、紛れるんですよ、あれは。紛れるけど、抑えつけた食欲が、こうなるんですよ。こうなったんですよ。こうなった時にも自分で止められないぐらい過食しちゃって、で、ね、うん、しちゃいました。低ベロ。それがね、一つの原因。であとはね、POC はだいたい4対4対3。炭水化物が4、タンパク質4。で、脂質が2か。でやってたんですけど、そのバランスもね、ちょっと、やっぱ脂質って 1g9 キロカロリーで、タンパク質、炭水化物に比べたら、カロリー高いじゃないですか。だからね、少し減らしたんですよ。そこも大きな落とし穴。こうやって、なんかを抑えると、もう、なんかが出てくるから、マジで。そこ、これが食欲よね。結局ね、なんかを減らすことがもう失敗への第一歩なんですよ。そのバランスを崩すことが。でね、減量うまくいってやる人とか、昔自分もうまくいってた時とかは、バランスよく食べてたんですよ。
バランスよく食べたら痩せるんですよ。で、運動量もしっかり運動してれば痩せるんですよ。うん。でもね、渦中にいる人間とか考えがこうなってるから、わかんないですよ。俺も自分に言ってる。わかんないよ。で、そうなった時に、まあ、過食してしまって、で、まあ、自分は過食症と拒食症両方経験してて、で、そのね、嫌な記憶もフラッシュバックされてきて、で、それでさらに落ち込んで何もできなくなるみたいな、このループに入ると、もう、やばいんですよ。もう何もしたくなくなるんですよ。うん、マグロよね。あ、逆？逆やな。それダメやな。それ動くな。うん。いいんか。そんな感じ。うん。でね、これってね、こういう考え方とかって、いじめとか、そういう嫌がらせとか、そういうのにも通じてくると思うんですよね。というのもやっぱ、自殺率、このゴールデンウィーク明けとか、今8日なんですけど、これがね、やっぱ一番大きいらしいんですよ。うん。そらそうだね。ずっと休みで新しい生活始まるってなったら、家に決まってねん。しかも学校なんて、うん。好きだ好きだたまらないっていうやつ、おらんやろ、あんまり。もうその中でね、まあ、いじめとか嫌がらせとっていうのがやっぱり結構な要因あると思うんですよ。いじめとか嫌がらせ受けてるからもう行きたくない。けど、これが、この学校がもうほとんど全て絶対行かんとあかんと思い込んで命を絶ってしまったりとか、やっぱね、日本の自殺率ってやっぱ高いらしいんですよ。まあ、それは考え方とかもいろいろあると思うんですけど、まあ、自分はね、そのいじめとか、嫌がらせ受けて、てた方なんで、うん、でそういう話もちょっとしていこうかなって、でも笑い話としても聞いてもらえたらと思います。で、ね、自分はその、まあ、何回か経験してるんですよ、俺。うん、自分で言うのなんやと思うけど、結構もう変わり者なんで、うん、俺は思ってないよ、変わり者って。もちろん俺は変わり者と思ってないけど、うん、俺は周りの方が変わってると思ってるから、逆に周りの人間の方が。けど、やっぱ浮いてるんですよ。うん、結構。自分で分かってる。浮いてるって。っていうので、まあ何回か経験してるんですけど、その中でちょっとまあひどかったやつとか、まあ今でも夢に思い出すこととか話していこうと思います。で、ほんまに何回も受けてるんですけど、今中1ぐらいかな。ひどかったのは。中2か。そんぐらい。で、自分には仲いい奴がいたんですよ。仲いい奴が2、3人いて、で、そいつらとはね、体育の授業も一緒に、行動したりとか、飯とかも食べに行ったりとか、あとは放課後遊びに行ったりとか、結構してて、まあ仲良かったんですよね。うん。同じクラスで。で、そんでね、ある日ね、その学校行って、その仲いい AB としようか。うん。AB ちゃんね、AB ちゃん。まあそんな可愛いもんでもないんやけど、で、そいつらに、挨拶したら、まあ、無視されると。あれ？と思って。おかしいなと思うやん。で、昼休みとか授業中とか、放課後とか、喋りかけるやん。喋りかけても、何も返答が返ってこないと。あれおかしいぞと。うん。一日目はなんかのノリかなと思って。でも、それがね、2、3週間続いたんですよ。うん。で、そうなってくるとね、もうノリでもないんですよ。他のやつらにも無視されるんですよ。うん。めちゃくちゃ、やばいよ、メンタル的に。で、そうなってくるとね、もう、こうなっちゃうんですよ。落ち込むし。けど学校行かんとあかんし。なんでと思って。まあ、ずっと2、3週間なんでと思ってたんですけど、ある時ね、その、帰り道。まあ、中学とか小学校で同じ朝で帰るじゃないですか。で、その、朝の仲いいやつは別にいたんですよ。で、その子にね、まあ、その子にも俺は無視されてたんですけど、うん。でもまあ相談に乗ってもらって、で、二人きりになった時に。で、それで、まあ、なんやろ、ほっとした記憶がある。うん、今でも。ほっとして、あー、よかったよかったっていう記憶があって、で、まあゆっくり、なんか、安心して眠ったような気がする。なんかね、その時の安堵感はすげー覚えてるんよ。次の日ね、学校行くやん。で、自分、そしたらね、多分その、自分を無視せって言ってるその主犯格が二人くらいいるんですよ。いたんですよね。で、そいつらに、自分が相談した相手の子が、やつが、自分の相談した内容とか、話してた内容を全部、愚痴、なんか、言って、
で、それ、もう、それが噂になってる。朝起き、朝行ったら。うん。やばいっしょ、メンタル。ブレイク、オーバーキル。もう首チョンパ3回ぐらいされてる感じ。で、そうなった時に、もう、信用できなくなっちゃって、人をね。で、やっぱそれがね、結構今でも続いてるのも。やっぱね、ああいうこと経験したと、こうなって、で、ね、もう、これが全てみたいな。学校の世界が全てみたいになっちゃって、すげえ落ち込むんですよ。めっちゃ落ち込む。もうね、渦中にある、いじめられたやつしかわからんと思う。めっちゃくちゃに、もう、最悪よ。世界は最悪だと思う。けどね、今思うとよ。学校ってね、ほんとちっぽけなよ。めっちゃちっぽけ。すげえ、ちっぽけぽっけぽっけピッケや、ぽっけぽの、うん、ピカチュウやななら。で、そんな感じで、ほんまちっぽけなよ、学校って。いやからね、どうしても行きたくないとか、そうやっていじめとか受けて、嫌がらせとか受けて、行きたくない時はね、行かなくていいんですよ。ほんとに世界はめっちゃちっぽけやから。その世界はね、見てる世界は。もっともっと広いから。もっともう自分の想像してる10倍は広いと思う。今後ね。その自分が生きていくにあたって、どん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 広がるから世界は。それでね、まあ、自分はその、なかなか人と仲良くなれないとか、所詮人間やしって結構思ってたんですよ。でもね、最近ちょっと変わってきたことがあって、それがね、いいやつも結構いるんですよ。いいやつも結構いる。全然今まで出会ったことないようなやつも、ないやつ、やつって言ったらあかんない人も結構いて、例えばよ、前の職場の人とか、この前飯とか行ったんですよ。で、そしたらね、すげえ楽しくてね、うん、めっちゃ楽しくて焼肉行ったんですけど、すげえ楽しくて、あとはその前の職場の人であれないけど、まあ今の職場でも、まあ YouTube 見てくれ、見たでとか、面白かったとか、うん。あとはまあ、その、あんま更新せんかったりとかするとね、心配してくれる人もいるんすよ。やからね、それだけが、今見てる世界が全てって決めつけるのは、ほんともったいない。うん。だってよ、普通の動物とか、自分に危機、なんか命の危機とかあったら、逃げるって言い方あれは、あかんけど、うん。身を守れやん、自分。絶対身を守れん。命の危機感じてんやから。それで行くやつなんてただのド M やろ。行かなくていいよ、そんな。だってね、人間はほんまに、まあ、体もやけど、心が元気じゃなかったら、何にもできんくなるんやから。ほんと。やからね、その時、いじめられながら、思ったのは、やっぱね、自分を守れるのは自分しかいないんですよ。俺はね、自分の身は自分でしか守れんし、変われるのも結局自分次第と思ってるんですよ。自分を大切にしてくれる人が今後絶対現れるから。まあ嫌から何って感じなんですけど、何の話やったっけな。まあでもね、世界はね、めっちゃ広いから。そうそうそう。これから楽しいことがいっぱい待ってるから、こんな人いるんやって感じにも多分なると思う。うん。って感じで、最近ね、自分のその感情がちょっと動いてきた部分があって、動画に残そうと思います。せっかくこの世に生きてるんやったら、いろんな世界見てみたいですよね。そう。なんか、今ちょっとワクワクしてて、こうやって減量とか、いろいろしてると、やっぱ改めて自分は筋トレが好きやなって、思います、本当に。そんな当たり前やろと思うんですけど、でもね、自分がその過食症とか拒食症で、もうね、消えたいって思ってた時があって、でもそれを変えてくれたのも、まあ、マッスルグリルさんの影響も大きいんですけど、筋トレなんですよ。筋トレして、体を動かして、食った分、筋トレする。筋トレをどんどんハマり出してから、こう、あんなすげえ怖かったその、食べることとかが大好きになってきたし、仕事もね、いろんな素敵な職業いっぱいあると思うんですけど、筋トレに携わりたいなって、最近ちょっと思ってて。で、まあ一応 YouTube やってるんで、まあ動画に残そうと思います。パーソナルトレーナーになりたいと思って、NSCA やったっけな。うん。で、その資格を取って、で、そっからトレーナーとして働こうかなって、
今考えてます。過食症とか拒食症を経験して、やっぱその渦中にいる時ってとんでもない苦しいんですよ、めちゃくちゃ苦しいんですよ。でそういう方をね、まあ、救いたいって言ったらおかがましいですけど、まあ、自分のその失敗談とか、あとは経験談とかも共有したいなと思って、まあ、筋トレもそうなんやけど、食事面でいろいろ勉強を積んで、知識が豊富かつ、なんか、自由なパーソナルトレーナーになろうと思います。今日の動画はこんな感じです。って感じで全然まとまらないんですけど、まあ、最後まで見てもらってありがとうございます。ほんとね、見てる世界も、が全てって思うのもったいない。こんなもんやから。学校なんてこんなもんないから。うん。どん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 楽しいこと待ってっから。って感じで最後まで見てもらってありがとうございます。まあ、チャンネル登録してもらったら嬉しいです。え、もうしてる？ああ。わかってるや。これうざいな。